2012年、ラミレス、38歳、3割、19本、76打点、OPS806、UGR-39.8、WO-1.0、ピンキに欲しい？統一球でこんだけ打っても、O-なるのえぐいな。どんだけ守備下手ならこうなるんや、晩年のヤニキイカやろ。マジでその辺のおっさんでももうちょっと、早く走れるだろって守備してた。DH があったら、チームの順位が大きく変わってそう、UZR-40 がなくなるってめちゃでかいわな。伊能ルーキーイヤーにレフトに飛べば、ほぼ二塁打で伊能の防御率を破壊してたからな。統一級の時代だろ。それで4番がこんだけ打ってて圧倒的最下位だし守備って大事やな。2012年の阪神横浜戦って金本とラミレスの両方出てたとか、レフト守備全く考えてない時代やな。統一級の被害者全部 DH ならをどれくらいになるんだろ。